小川線というのが彼にとって一番大きな、まあ、心の傷なのか、それとも傷を癒してもっと大きな部分で今ね飛躍しようとしているのか、まあ、それは一番その体験というか悔しい思いをさせられて、そこからこう勝ち取ったこと、気づいたこと、まあ、それが運命というか、まあ、そういう意味でその運命にうまく乗っかっていけばいいんじゃないかな。